おざっす。今日はですね、昨日石灰溶合剤をつけた心拍たちを今日どうなってるのか見ていこうっていうのと、一個ね、心拍別で持ってきたんですけど、昨日いじったやつじゃない心拍、こんな感じ。幹は細いんだけれども、上がもっさもさ、こいつをどうにかしてちっちゃく作っていきたいなと思ってるんで、こいつをちっちゃく作っていくためには今からどうしたらいいのか、どういう手を入れたらいいのかっていうのを考えながら、ちょっとだけ手を入れていくっていうことをやっていく回にしようかなと思っております。はい、そんな感じでやっていきましょう。はい、ということでアングル変えてこちらでやっていきましょう。昨日心拍に石灰溶合剤塗ってどうなったのかっていうのをまず最初に見ていきたいんですけれども、1個目、まずこんな感じですね。まだ黄色いね。まだこの辺黄色が残ってるんですけど、まあちょっとずつね、乾いてったら白くなってってくれるでしょう。1日だけじゃね、どうしても綺麗にならなかったですね。で、あとはこの生きてる部分、水水の部分を、あとこのまだね、なんて言うんだろう、ザバーンってつけてちょっと白っぽくなっちゃってるところがあるんで、この辺はまあ徐々にね、この掃除しつつ、油とか塗ったらすぐ綺麗になると思うんですけど、水で拭いたりとか、こう布とかで、ね、こう擦って綺麗にしたら綺麗な赤が出てくるとは思うんですけれども、まあ、そこまでね、すぐ飾るわけじゃないんで、やる必要はないかなと思います。ちょ、やれば綺麗になる。この辺も綺麗な茶色、赤っぽい茶色になる。で、ここも白っぽくなる。で、葉っぱも春になったら緑になって、その頃にはコントラストを楽しむことができるでしょうと。いや、素晴らしいね。はい、で、これが松吉さんの音楽でゲットした心拍。これはだいぶ白くなってますね。この違いって何なんでしょうね。水で薄めてるから濃いとこと薄いとことかがあったりするのかなとかもちょっと思ったりもするんですけど、こんな感じで白くなってるところもあります。しっかり白になっちゃってる。この辺黄色残ってますね、先っちょの方は。この違いが分かんないですね。はい、一応1日経ったらこんな感じになりますよということでご紹介。これも枝先の方とかはちょっとなんかあまり塗りが足りてないですね。はい、こんな感じでラストじゃんと。これに関してはなんかこの辺本当に塗ったみたいな感じになってます。ちょっと甘いね。なんだろう、糊が甘い、化粧の糊が甘い感じになっちゃってますが、これももう一回塗り直しかな。2倍で薄めたやつでやってるんで、原液とか塗った方がいいかもしれないですね。ちょっとノリが甘かったな。もしかしたら、わかんないですけど、表面が凍ってて乗ってなかったのかな、しっかり。わかんないですね。それか乾く前に水かけちゃったとか、そんな感じかなと思います。これも粘点がなかなか面白い感じになってるんで、ちっちゃく作れたらいいですね。はい、こんな感じで昨日かけたやつは、石灰溶合剤塗ったやつはこんな感じになってましたよという報告と、これは何もしてないやつ、昨日も触ってないやつ、心拍持ってきたんでこれをちっちゃく作っていきたいなと思ってるところですと。で、これ実はですね、こいつとセットだったんですね。2本でセット、ヤフオクで落としたんですけど、でこっちもこんな感じでバッサバサになってたんですけど、ここを全部陣にしてちっちゃくした。で、これももともとちっちゃかったんですよ。この辺だけしかなかったんですけど、この一回スギッパになって、スギッパになったから元に戻そうということで、去年いっぱいもうフルフルにバーンって伸ばして、もう放置しまくって、でスギッパは治ったんですね。こんな感じで全部本場に戻ってます。本場に戻って、で去年のスギッパの跡とかは残ってるじゃないですか。で、内側の目をね、抜いたんですよ。全部抜いて内側に光が当たるようにして、でいくつかね、胴吹きが見れるところもあるんですね。こんな感じで
胴吹き、胴に近い部分、幹に近い部分からいくつか胴吹きはしてるんだけれども、まだ足りない状態。多分ね、上の葉っぱが多いと思うんですよ。上の葉っぱが多いから中に光が当たったとって、この何て言うんだろう、根っこの量に対して蒸散量が十分足りてる状態だから、そこまで勢いよく内側から芽を出す必要がないっていう状態なのかなって勝手に判断してます。なので、まあ一応ね、この全部これ針金巻いて、この下ろして、このタグって内側にこうギュ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 ッとこう詰めて、こうやって作ることはできるんですよ。このこれをね、この全部の枝をギュ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 ってやって、こんな感じで作ることはできるんですけど、やっても面白くないなと思って、なんかこんな長いものをさ、この中にグググググって押し込んで、グググググってやって、これでなんかちっちゃい心拍作ってもなんだかなーって感じがするんで、これはね、できれば胴吹き目でこの伸びてる枝全部立て替えたいなって思ってるんですね。でただ胴吹きがない枝とかもあるんで、こんな感じで立て替えようがない枝もあるんで、すぐには全部立て替えることはできないっていう状態。じゃあこいつどうするかってとこなんですけど、葉っぱは減らさないといけない。でも内側に胴吹き芽がないやつは立て替えれない。だから今何するかっていうと、胴吹き芽があるとこだけ追い込んでいこうかなと思っています。例えばこういうとこあるじゃないですか。これに力を乗せたい。今年成長してもらいたい、こいつに。だからこうやって葉っぱがあると、枝があると、こいつに光当たりづらくなっちゃうんで、こいつを全部抜いちゃうとか、こことか、あとここもあんのかな、この辺も内側にちょっとだけちっちゃい芽があるんで、これ大丈夫かな、抜いてこいつに立て替えるとか、胴吹き芽があるところだけ追い込むっていうことをやっていこうかなと思っています。追い込んでいくと、この辺も少しでも邪魔な枝を抜いて内側に立て替える。こんな感じでやっていけば少し蒸散量が減るから、頑張ってじゃあ下の芽動かそうってなるんじゃないかな、かな、かな、なんで本当のところは分かんないですけど、実際どうなるかできるだけ立て替えていこうかなと思っています。ここも減らしちゃおう。お、ここにちょっとちっちゃいのがあるね、見えるかな、ちょっと大きくします。ここにちっちゃい芽があるんで、こいつね、これあるんで、こいつ動かしたいですね。だから、この辺の枝、取っときます。ちょっと戻すね。で、こうすると。これでもかなり葉っぱ減ったんだけど、もうちょい減らしたいね。あ、ここにいた。ここにいたね。あ、これさっきのやつか。これいるんで、ここがっつりいっちゃってもいいかもしれないですね。こんな感じで、これも行くか。一本はあった方がいいのかな。どうなんでしょうね。残してた方がいいかな。いや、いらない。立て替えます。はい、こんな感じで枝落としてみました。結構な数落としたんで、かなり蒸散量は減ったんじゃないでしょうか。でこうなりましたと。あと切り戻せそうなところはあるかなと眺めてみます。ないね。難しいですね。
あとこれを作っていくんだったらこの枝って多分使わないと思うんですよね。ここ使いようがないので、こいつはねもう落としちゃう。立て替える目はないんだけど、あったとて使わないから、蒸散量減らしたいから、こいつはもう落としちゃいます。はい、流れ的にはここに欲しいですね。ここに胴吹きがこの辺に欲しい。一応ここにちっちゃいのがいるんで、これなんか生きててくんねえかなって期待はしてるんですけど、こいつでしょ。あとはこんなもんか。これぐらいで置いときましょうか。これぐらいでいいかな。うん、最初に比べるとかなり葉っぱの量減ったんで、これでね春になった時に胴吹きしてくれるんじゃない。胴吹きというか、まあ、芽が動く時にあれもっと葉っぱ欲しいなって思ってくれると思うんで、でこの辺生えてくるでしょ。でこれも伸びるでしょ。できればこの辺から胴吹きしてほしいですね。胴吹きして、でこいつは別にいいや、これはそのまま陣にしちゃう。で裏のこいつもできればもっと胴に近いところから吹いてきてほしい。で小さく作りたいですね。こうこの辺りで、うんうんうん、なんとなく方向性も出てきたんでいいかな。じゃあこれで終わりにしようかなと思います。あとはボディ磨いとこうかな。はい、ついでに石灰溶合剤まで塗っておこうかなと思います。この陣はね、僕が買った時からもともとついてたんですけど、この枝につながってた水吸いの部分っていうのが枯れて死んじゃって、で結局下までズズズっていってこの辺まで全部シャリ化しちゃったんで、ここ石灰溶合剤塗ってはっきり浮き立たせようかなと思います。はい、石灰溶合剤の原液持ってきました。こいつを塗っていきます。はい、こんな感じで塗っておきました。これが乾いた時には綺麗にこのシャリの部分が浮き上がって見えるんじゃないかなと思います。ここいい味出してますね。ここにシャリがあって、ここから飛び出てるやつがあって、なんかつながってる感じに見えて、その隙間を水吸いが塗ってるような感じ。いいボディしてるね。これはね、作ろうと思って作れるものじゃないんで、ラッキーって感じ。はい、いいボディ持ってるんで、このボディに合った頭を作っていきたい。ちっちゃくで、今回の作業が今年の春どう影響するのか楽しみですね。はい、ということで本日の作業終了です。本日の作業終了でございます。心拍ね、昨日塗ったやつ見てみたんですけど、なんかあまり綺麗に白くなってなかったなって思ったのが率直な感想でした。まあ松下さん の心拍だけはなんか綺麗になってたんですけど、他のやつがねなんかいまいちだなと思ってたんで、今日原液もう一回塗り直そうかなと思います。上塗りでさらに白くしていこうかなと思っています。でもう一つ新しく持ってきた心拍に関しては、今ある状態で胴吹き芽があるやつところだけ立て替えて、で全体的に葉っぱの量を減らして水分が出ていく量っていうものを減らし、根っこの量と水分が出ていく量が合わないから急いで葉っぱ増やそうっていう思ってくれないかなという願いを込めてね、今回の作業をやってあげました。はい、てな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。